はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。クエストで、派遣クエストってあるじゃないですか。これで、メタルや宝石系が見つかることありますよね。で、皆さん、これ言ってます？俺、全く言ってなくって、なぜかっていうと、他で倒した方が早いんで、わざわざ行くことないかなって思ってたんですよね。でも、ここ、行かないと損らしいんだよね。ここで、おしゃれさんが厳選できるみたい。まさかだね。これ、ここ、おしゃれさん出ないと思ってたので、行ってなかったんだけども、まさか出るとは。とりあえず、どんな感じなのか、行ってみましょう。今回メタルだから、メタキンが出てるでしょう。うん。おー、はいはいはい。あ、もうめちゃくちゃいるね。あ、はい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 、はい。あ、こん、あ、あ、出る出る出る、メタスラのおしゃれさんいる。あ、これ、厳選しやすいわ。で、これ、押し込みじゃなくって、あれだね。距離を取ると出てくるんで、これやりやすいわ。これメタキンも出る？メタキンのおしゃれさんも出てきてくれれば、わーわー、これはすごいよ。一気に3体とか出るから、これ厳選しやすい。メタスラは今出たね、おしゃれさんが。これメタキンも出るよ。これメタキンのおしゃれさんまだ持ってないからね。いや、これで厳選していいわ。うん、まあもちろんね、ポンポン出るようなやつじゃないけども、これ時間の問題だね。確実に出る。ちょっと出るまで、やってみますね。出た！出た出た出た！メタキンのおしゃれさん初めて出た。で、分かったのが、あれ、これ距離が30になると出てくるよね。で、32、3になると消えるので、この30から33ぐらいの間をぐる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 回れば、いい感じで、チェンジできるね。よーし、来た！ちょっと待って。あ、待って待って、危ね。トクスカだね。嘘！倒しきれてない。で、これで倒してさ、これ、また距離取るとどうなるの？あ！これ何回でもいけるじゃん！え、嘘？マジで？いや、でもなんかメタキンの数が減ってるよ。メタキンの数は減ってる。あ、あ、いや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 、2匹になった。でもたまたま、だよね。うんうん。3体出ることもあったので、たまたまだ。あ、じゃあこれ、一定の数を倒すまで大丈夫なんだ。じゃあ、一気に、2、3体は、おしゃれさん限定、あ、厳選ができるっていうことか。ここ楽だぞ。うん。これ宝石系、メタル系は、これ出たら絶対行った方がいいね。おしゃれさんの厳選が楽すぎる。これはいいよ。出た。これむちゃくちゃ簡単だ。これはやらない手はないわ。あ、あー、なるほどね。あ、あ、仲間になってない。あー、仲間にならんかったかー、畜生。いや、でも規定の数倒すまでは出続けるみたいなので、いや、これはね、絶対やるべき。これすごいね。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。これは良かった。クエストの、あ、ないね。何クエストだったっけ？ま、とりあえず、モンスターが、派遣クエストだ。派遣に行って、で、それで探してきたクエストで、宝石メタルが出たときは、必ず行った方がいいですね。うん。まあ、知ってる人も多分いるかと思うんだけども。こんなに簡単に、
おしゃれさんの厳選ができるなんて、これなかなかないですね。絶対やった方がいいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。